やっていきます。意外とマズいでしょう。はい。<laughs> やってまいりました。前回はあのー、元々あったワールドだったんですけれども、今回はワールド一から作り直しモノマネ選手権をやらせていただきます。こちらのボタンを今回実装いたしました。じゃん。 モザイクボタンでございますこちら今回あのアバターの規制とかしていなくてありのまんまで来てほしいっていう話をしたんで写せないものもあるんですよやっぱりでそういうのだったりを今回このモザイクで隠させていただくっていう話でございますねちょっと薄いか <laughs> それでは皆さんお待たせ,しお待たせいたしました VR チャットものまね決定戦第2回を開始したいと思います 40人の方がいるのでどんどん回りましょうパソコンのタイピングがうまくできないことをごまかしているドラゴンボールのフリーザ <laughs> おおおこんなもの、指っぽもあれば十分ですよいいスタフフフフ フリーザさんでごござざいいまましたありがとうございますなんか俺第一回とかもう、なんか初手フリーザだった気がするなつかみ素晴らしいな人気アニメ「ブリーチ」より「アランカル」「コヨーテスタックのレスレクシオン」「消しらせロスロボス」 <laughs> ブリーチブリーチ渋いとこできたね渋いなー「作ってワクワク」より、えー、ワクワクさんが作った工作が気に食わなかった時のゴロリ <laughs> 何これ <laughs>

つみこれモザイクかかると音が鳴ります皆さん覚えていてください。このことでございいますはい、えー

それでは、いか、いきたいと思いまーす。<laughs> <laughs> 組み分け防止の代わりに、組み分けをするダンブルドア。<coughs> <coughs> いやあ、スタミー。組み分け防止が不祥でな。その代わりに、わしが組み分けをしようと思う。お主はどの寮に入りたいかね。どうかね、スタミー。ああ。 じゃあグリフィンドールで。ああそうかそうかアズカバーン。アズカバ。アズカバ。<laughs> ありえねえだろ。一番言わねえわ。<laughs> はい、次の方。<laughs> ちょっとこれあモザイクの頻度高くねえか。<laughs> 音声入力式のボイスロイド勢の悲劇。こんにちは。こんにちは。その音エッチですね。こんにちは。エッチですね。こんにちは。これこれ V. R. チャットあるあるですね。これ V. R. チャットしてるとわかるんですね。はい、次の方、いきます。<laughs> おそさんより末っ子のトドバツねえカラマツ兄さん何です釣り堀でカッコつけてんの誰を意識してんの見てるのじいさんと魚しかいないんだけど普通じゃないでしょちょっと立ってどこで買った何でそういうのここで生えてくんの痛いよねーすいません一個いいですか もうザイク薄かったっす <laughs> あ,あ失敗だ <laughs> これ大丈夫かこれ大丈夫かなほぼ全貌見えてるにいさしいんだけど意味ねえぞこれラスト配信中笹ササさんのコネ真似をするヘンリーさんのワンシーン <laughs> い,いや使うためにあるでしょ星は使うために集めてたよ ササさんこれ持ってっていいかな高速ロケットササさんうんいや,い,やいるよ多分ササさんササさ <laughs> あロケットね全部持ってっていいよ使わないと意味ないからさ全然いいよロケット持ってくとめちゃくちゃ助かる <laughs> うまいうまいわ ササディックっていうとちょっと足んない気がするけどモノマネのモノマネだと足りるな懐かしいねてか <laughs> これだけでもう <laughs> おいおいコナンくんにゲームを教える怪盗キットいいか探偵ボスわ<あ>握った拳の中にまるで何かがあるように思わせるのがマジシャンで。 そのの中身を言い当てるのが探偵でミッドレーンもボットレーンも負けたら全部ジャングルのせいなんだぜ <laughs> バルーイテ <laughs> キットでした絶対難しくないなマジで蓋開けたらロールプレイヤーはマジで許せないな怪盗キットがはい次の方 郎にお砂糖を誘う赤砂糖それを確固たる意思で断る煉獄京次郎では素晴らしい提案をしよう俺のお砂糖になれ京次郎俺はいかなる理由があろうともお砂糖にはならないダメ俺のお砂糖になって永遠に愛し合おう京次郎うま初対面だが 俺はすでに君のことが嫌いだ <laughs> 俺のお里にならなければ殺す術式展開破壊殺お里殺しお堂 <laughs> の呼吸急の肩煉獄ブロック <laughs> 逃げるなひょもの逃げるんじゃない俺から あちょっとモザイク勢の皆さんあれですよあんまり動きが多いと出ますよ横に横にはみ出たらダメですよね気をつけてくださいその動きをなるべくコンパクトに済ますことテレビ界のレジェンド黒柳徹子の「昔と今」昔。昔 皆様、ごきげんよう、黒柳徹子でございます。今。皆様、ごきげんよう、黒柳徹子でございます。あなたどうな、どなた。細か<い>、<laughs> 細か、そう、そうなんだ。そうなんだ。似てるー。はい、次の方、どうぞ。 昔の日曜洋画劇場のナレーションさて来週の日曜洋画劇場はスティム・セガール主演沈黙の戦艦うまっ核兵器搭載のユナイテッド・ステイツ・ミズリ号に緊急事態合わ未然像の危機に今セガールが立ち向かう監督アンドリュー・デイビスが起こる超大作アクションストーリー沈黙の戦艦ま,また来週うまい素晴らしい 分かるよー世代出てますけどね次の方路地裏でボコボコにされているとなるとのものバスケツァバスケ君はもう様子だおよそだったいおさっくららおい裏方 モザイク忘れてるぞモザイクやろかい今のはー!?<お>「ワンピースよりトラバルガーディー」「ワーテルロー」「あの戦争は序章にすぎない」「お前がいつも言っていたな手に負えねえうねりとともに豪傑のもの」 新時代がやってくる。歯車を壊したと、もう誰も引き返せねえ。ルーム、シャンブルス。欲しいな。音質はついてる。 これ音質が悪いから似てるように聞こえんのかないいマイク買っちゃったら似てねえのかもしんねえな音質悪すぎるだろおい VR チャットに飲み込まれすぎて住所をポピー横丁だと言い張る猫型ロボットの真似これ VR してんのか すげえどうも皆さんこんばんは <laughs> 僕ドラえもんです東京都練馬区月見ヶ丘ポピー横町に住んでいますス北ミさんの動画はいつも拝見しておりますっ <laughs> では今日もハイボールとどら焼き片手にポピー横で乾杯しに行きますどうぞよろしく <laughs> <laughs> ずっとかじられへんだ。あいパピオコちゃん置いていくな。<laughs> うまいし <laughs> これいつま <laughs> これいつまでなってんだよパピオコ <laughs> パピオコパピオコずっとなってるずっとやってるぞ OKOK あ、来た来た終わった終わった 気をつけてください皆さんあのー、モザイクの板ここで設定してあるんでやっぱり全貌があらわになってたんでいやそれだけはちょっと用意してもろて「脱力タイムズ」にて TKO 木下に飲みを誘われるも嫌がるなだる木下さん 飯って何ですの、それなん <laughs> で飯行くんですか木下さんと。<laughs> 他の人と飯行ってください。<laughs> きついわ。勘弁してくれ。木下さんと飯行きたくないの俺は、変な噂立つから。木下さん。脱力タイムズ地獄やで。 ナダルのあのビジ,ュアルがビジュアルがないとドラマチックに聞こえんな絵は浮かぶけどやっ,ぱやっぱイケボーなんだな根本は次に参りましょうやばいこれだかわいい女の子のフレンドとお砂糖になりたいと願う初心者 VR チャッターを完全論破するヒロヒのものまね えっと、その方は、多分中身男性ですよ。VR ちょっとって、ボイチェンを使って女の子の声を出したり、可愛い仕草を練習するおっさんが結構いるんですよ。女性が、バターを中身男性であると見抜けないあたり、あなた、かなり頭が悪いと思うんですけれども、これって僕の印象の問題ですか しっかりとしっかりとねあの角度とかも再現してらっしゃいましたね今 <laughs> 岩城さんの個人配信の画角広告看板シリーズ <laughs> まずは横浜絹田久和院長。 <laughs> 続きまして、うん、西八王子金田康和委員長西八王子えー、最後に。 2024年1月、八王子市長選挙の時期に作られた看板。<laughs> やめろこれ、これ、やめろ <laughs> <laughs> あかんねえけどおもろいのは強すぎるし。お前さ。 予備動作やめろ別に何もしねえんだからモノマネありまにさ行くぞじゃねえんだ <laughs> あ<ー>劇場版ドラゴンボール Z スーパーサイヤ人のブローリーにあって情けなくなるベジータの真似 <laughs> もうダメだ おしまいだおお当たるわけがない奴は伝説のスーパーサイヤ人だぞ俺たちは殺される殺されるんだ早く落とせ <laughs> <laughs> 中難力もあります <laughs> シュタインズゲート第3はおでん缶んを差し入れに来るシーナまゆり おはよう2日連続徹夜って聞いたから差し入れ買ってきたよ <laughs> じゃーんしょっちゅうおごれるほどマゆシーのポケットマネーは多くないのですライネットソーセージも買わなきゃいけないしラルんとクロスちゃんの分もあるからね全然聞こえてないねースーパーハッカー魂がメラメラ,メラ かわい,いイントネーションがかなり寄ってってたわあのねスタイズゲーの好きなのが伝わるイントネーションをしてたおっとシンプルでよろしいですね めめちちゃゃ自分でも不思議だったろうなこのクオリティの中にさなんか合格通知くんの大丈夫だよお前はちゃんとクオリティ高いから平成最後のインタビューに答えるキングヌー井内悟 <laughs> キングヌーですえー、平成最後ということでねや外に残したこと何かありますか キングヌーでしたキングヌーでしたじゃねえだろ <laughs> めっちゃ似てんだ <laughs> さっきキングヌーでしたやめろお前ふざけんなって <laughs> ジョジョ4部より音石あき<ー>ら時間がないからよさっさと決めてやるよレッドホットチリペッパー いきなりマックスだぜうっとりそこのモノマネチョイスすると珍しいね声が通ってますねすげえわ VR じゃなくてイケボ多いんだよなイケボの洞窟なんで飲み会で一人がいると便利な友達 <laughs>

東京メトロ永田町駅にいるマイクを食べているのかと思いたくなるほどマイクが近い警備員のお兄さん。永 <laughs> 田町、永田町です。<laughs> タイトル優勝してるな。いるんだろうなって思う。絶対、絶対いいんだわ。絶対いいんだわ。

<laughs> これ見たことある <laughs> なんか信じらんない嘘みたいな声出てるな、ね、あの人ね <music> VRC 版とサ、えーチューニ終われるスタンミエのナレーションスタンミジャパンが向かう先には VRC から放たれたアマタのヌルテカサキボスハンターたち <laughs> ここで捕まってしまえば報酬はゼロわお <laughs> スタンミア無事 ハンターから逃げ切ることができるのか。ヌルテカサキバスたち。ゼロが。なってますね、生態が。ブルブルと。俺逃げないけどな。ヌルテカサキバス来たら。俺、静止するけど。話題になったドンベイの CM。クラウド、お前に頼み。ドンベイを食べないか。 興味ないねクラウドドン兵衛を食べるんだしつこいぞドン狐を見るたび思い出せお前を導くのはドン狐だドン狐はいつでもお前のそばにいるドン兵衛をドン兵衛をドン兵衛を,ベを <laughs> <laughs> いい子だ売上クラスファースト日清のドン兵衛ドン兵衛を送ろうか <laughs> 日清 <laughs> 両方クオリティ高いしシンプルうまいが来ましたいやー質が高いな第2回やっぱり濃縮されてますねーいきますっっって待っててて貫通してねゲーム「竜がごとく極み」において手犬をいじめていたチンピラに対し その犬を守るために喧嘩を売った際の主人公キリュウ一馬の一言 <laughs> 俺は今日大変な一日でなスコブルー経験が悪いんだ運が悪かったんだよお前らはすごっかっけーまあ、キリュさんの方はモザイクがかかってたんだけどワーミーソックはモザイク貫通するっていう謎現象起きてたんで <laughs> アニメ「スタインズゲート」から VR チャットでお砂糖を作ってしまったネス鈴ハ失敗した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 父さんは悪くない私が悪いんだ確かにあの人はアバターも可愛いしどこにでも連れてってくれるいい人だと思ってただけど違う最近は胸のラインが強調してるいかにもトラステッドらしい服を着るようになったりパブリックで他の女の子と撫で合いをするようになっちゃったんだ失敗した <laughs> 失敗した、こんな人生は無意味だったうめえーーー栗高嬉しいそしてシュタインズゲートのモノマネ嬉しいありがとうございます感謝でございます、もはやもはや感謝映画技術回戦ゼロよりあもう落骨豊が放つ必殺の一撃もうだわ 失礼だだなな純愛だよももう似てたなもう似似ててたたわ金曜ロードショー「ダイハード」のテレビ CM より途中で何を言ってるかは分からないけども大塚昭夫とだけは分かる大塚昭夫さん <laughs> 今夜の金曜ロードショーは「ダイハード」。 熱き男たちが出会いそして熱い友情が芽生えそしていろいろな時期に舞い込まれてだがしかし男たちが二人の気持ち込んだ小麦は寒さ寒さ寒い <laughs> 次々に々が驚い二人は一体どうなるのかそんな言ゃねえそんな熱い男たち二人の熱い戦いを見逃すな <laughs> 今夜九時 <laughs> ちょっと若いけどこれイメージの中の人そんなことあるはずない大塚明雄さんがそんなことあるはずないんだ <laughs> なん <laughs> ででもわかるんだろうんでわかるんだろうなそんなはずないのにアニメ「呪術廻戦」より絶体絶命の虎取りをんかかっこいい言葉を言いながら助けに来た藤堂葵「祇園少女の鐘の声」「諸行無常の響きあり」「サラソウジュの花の色」 乗車必衰の断りを表す。ただし。俺たちを覗いてな。おーかっちょいい。かっこいい。うまい。はい、行きます。あ、やばい。俺、ここにあープがいてる。 呪術戦より居酒屋に飲みに行く両面スクナと七海健人のモノマネ <laughs> 炎上天下唯いが特ここからは彼の時間己の会不快のみが飲むシーンおいもう帰ろうとしているのか <laughs> せっかく票が乗ってきたところだ <laughs> お前の好きな居酒屋にしてやろう <laughs> 一体どこに行くというのです決まっているだろう 居酒屋弱そう…いやんか弱そうだったよな。な俺も弱そうだな。な少なすごかったな。<laughs> ちょっとプーさん <laughs>。 アニメ「遊戯王デュエルモンスターズ」より時期別にる見る武藤遊戯役の風間俊介さんの演技力の違い第1話確かに会話の言うとおり俺の手札の3枚は意味不明のカードこれでどうやって戦えばいいんだ似てるな中盤うわっ違うクリボーが勝手に最終回ずっと誰にも負けない強さを持っていたじゃないか優しさって強さを俺はお前から教わったんだぜ相棒 劇場版、お前に俺、この俺が倒せるのか、カイバわ。<laughs> うまい。うまい。誇張もしてない。<laughs> じゃ、リアリティラインちゃんとしてるわ。早 <laughs> いよ。うそんな早い。え、俺、俺たち、そんな見てるっけ。え、俺、そんな見てる。<laughs> おもろすぎて。あ <laughs>、やばい、おもろすぎて、時間経った一瞬なんだけど。 どうも皆さんおに、おごめん、ジゃんです。パイレーツ・オブ・カリビアンをやらせていただきます。ジャック・スパロウ。俺を殺はのは勝手だがめくに見るな。俺を誰だと思ってるおすげえキャプテン・ジャック・スパロウだ。ヘクター・バルボッサ。バルボッサもジャック・スパロウ。うわバルボッ島であって依頼、以来だお前に撃たれた。ウィルターナえー、ルも僕の名はウィルターナあー、ウィルターナー。 ブーツストラップビルターナーだ。正真正銘の一人息子つこ。えー、デイビー・ジョーンズ。<え>ほーら、見ろ、お前ら迷子の鳥だ鳥がどう方を知らない迷子ゴ鳥が迷い込んだぞラゲッティ。おい、飲め <laughs> <laughs> それで閉めるんだ <laughs> えすげえ満足度高っ満足度高っ一人パイレーで飛ぶからにゃんいかついのとしてらっしゃるもしもシャルルジ・ブリタニアがライダーとして英霊召喚されたら「<laughs> おいとは誰よりも鮮烈にいき」 モロビトを見せる姿を指す言葉す全ての人類の不平等の上に立ちその道しるべとして立つ者こそが王ゆえにおはここにあらず我こそは全ての未来の王道たるがゆえにオールハイルブリトニア <laughs> なんで設定がまず渋滞してんのっッ設定がもう渋滞してるからで、ライダーにしたのアニメ「コードギアス」より主人公とは思えない発言をするルルシュ全世界に告げる私は新聖ブリテリア帝国皇帝 ル,ルーシュナイゼルは我が軍門に下ったこれによってダマ,コルダマクレスもフレイヤも全て私のものとなった黒の騎士団も私に抵抗する力は残っていないそれでも抗うというのだフレイヤの力を知ることになるだけだ我が波動を阻む者はもはや存在しない そう、今日この日、この瞬間をもって、世界を我が手に落ちたあー、うめえルルーシュビ・ブリタニアが命じ世界を、我に従え素晴らしい。素晴らしい。<laughs> シナイゼルにギアスをかけた後のルルーシュでございましたすごいわ 一度かんだとしてもあのテンポのまあ続けるメンタリティもほら称賛したいね <laughs> えインプラント <laughs> どうなんだろうえインプラント君 <laughs> 確か広告これじゃねこれ2個目これやってたよな見て <laughs> やってたか 八王子って書いてあるもんほら八王子って書いてあるこれもそうだ今回も何かでも俺は出ないけどこれ最後のやつですなんでこれモノマネしようと思うそこのセンスが素晴らしいよねそこのセンスが素晴らしい俺はね押せちゃうあの人はあと見ないといけないのやっぱキングヌーは見ないといけないキングヌーちょっと映像はあれなんで えー、平成にやり残したことということで、ねどうですか俺これ、見たことのあるのに気のすごく、<laughs> 初めて見る映像なんだけど、どうですか キングヌーでした。あ「キングルーでしてもあキングルーでしてもコミなのこれ元ネタ見てやっと分かったわおもろすぎたなちょうど1時間番組ということでこっからちょっとおかわりを何組かはいいってみましょう色違い まだ聞こえるレベルの日本ともはや何を喋っているのかわからないアメリカ合衆国、えー、マクドナルドドライブスルーの違い <laughs> まずは日本いらっしゃいませこんにちは <laughs> 続きましてアメリカ合衆国 <laughs> <laughs> 角度を変えてしな <laughs> モノマネの種類は一緒なんだけど <laughs> バリエーション豊かですねインターネットっていう場において一生使えるモノまねだよないい持ちネタ最強です「<laughs> いやちょっとに飲み込まれすぎて住所をポピー横丁だと言い張る猫型ロボットの真似 どうも皆さんこんばんは僕ドラえもんです東京都練馬区月見ヶ丘ポピー横町に住んでいます今日もアイボールとどら焼き片手にポピー横で乾杯しに行きますさっき全然、<あ>全然モノマネ中力でやるああの知っていらっしゃる方大丈夫いるまずかったらモザイクかけてくださいねどうぞよろしく <laughs> 修正版、しっかりと立ち位置も修正してきてネタの方も修正してくださいましたたまらないなドラえもん <laughs> はいおかわり次行きましょう名探偵コナンより服部平次の工藤の三段活用なん<は>やって工藤ほんまか工藤おロたで工藤 ネタが豊富なんだネタ豊富なんだすげえしかもおかわりに最適ないいサイズ感あ、お次の方来た急ごしらえで悪いがそうだなこの名前でお前を呼ぶことになるとは思わなかった<え>キャプテンスタミージャパンもうちょっと見ててくれあと他の諸君とお嬢さんも では、えー、デイビー・ジョーンズ。ないかーはっは愚かな。気の迷いだ。そんなものを、いとも簡単に引き裂かれる。えー、ビル・ターナー。ビルウィリアム。うわあ俺のせがれ。えー、続きまして、バルボッサ。 あ、待って、バルボッサのネタ忘れちゃったんで<っ>最後あれで落としてくださいだけって言ってまーす <laughs> <laughs> すごい救護しないで救護しないですごいっていうかビルターナーできんの全部いけるじゃん一人でレッドマンのチェストできるぞ終了ですがはいありがとうございます そういうわけで、ちょっと裏に挨拶に行きましょうかね。え、それどっかあ、ここがとだ、こっから向かみんな、おい、あてか、俺挨拶行けねえ。待って挨拶に行けない。犬、犬ってお前控え室がやばすぎる。控え室がやばすぎるからアバターかろ。お前出てはダメだ。<laughs> <laughs>

<あ> <laughs> あやばい <laughs> ニートがおいやめろおい薄いか薄いかはいというわけでございました今日の配信はねちょっとスパッとこれにて終わりたいと思います参加してくれた皆さんもどうもありがとうございました神回でございました VR チャット最高ということで今日の配信はこれにて終了皆さんお疲れ様でしたさようならバイバイ